会場にお集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。我々は東京都渋谷区より参りました学生よさこいチーム踊り市と申します。踊り子一同精一杯演舞させていただきます。お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。それでは参ります。青き風につなぐ思いは、踊りんちゅ2022青蘭。日なす風静岡の魅力をたくさん伝えちゃうよ。みんなも踊りながら聞いてね。踊りんちゅ静岡上陸の巻。静岡あるある、やっぱり静岡といえばうなぎパイも最高だよね。それではここでうなぎパイの三大要素をお伝えします。全員回復、水力保持、まとめ返し、こんなにたくさんの要素があったなんて。今6人前にうなぎパイ
ありがとう。